年商30億ですみたいな人いたりするわけよ。え、それ僕知らないかもしれない。うん、知らないでしょ。僕は知らなかった。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら。詳しくは概要欄から。はい、今日は曲がりでバナナの前田さんとフランチャイズの学校についてね、はい、ちょっと今の近況を話をしてみましょうか。今あれでね、もう30名以上の方が、そうですね、35、まあ、40もう40近いのかな、そうですよね、はい、思った以上に、参加多くて、うん、3回やりましたね。そうですね、はい、はい、でまだまだちょっと整ってなくて、うん、大変申し訳ないんですけど、はい、感触としてはつかめてきましたんで、ここからいろいろ、まあ僕や林さんだけではなかなか動かないので、うん、前田さんがいろいろ企画してくれて整っていくことと思います、はい、そうですね、企画もしますし、まあ辰巳さんもなんかメンバーで入って一緒にいろいろやるってことだったんで、これからどんどん面白くなってくるかなと思います。僕がパワポを作って話をするなんていうのはほぼほぼあんまないので、準備するのがね苦手というか、セミナーとかだからその、はい、結構やってくれってくるんだけど、はい、準備するのがめんどくさいんでやらないんですよね、はい、そういう理由は。じゃああんまりセミナーとかやらないんですね。結構お金を取ったセミナーを1回やったんですよ、はい、でも大変だなと思って。結構大変ですよ。やっぱ確か5万円とか10万円ぐらいだったんだけど、はい、企画とか別の会社がしてくれたんだけど、さすがに5万10万もらうとなると、はい、ちゃんとしたアウトプットがないとなっていう。それは、講演するのに5万10万のことですか。いや違う違う、1人出るのは5万円参加みたいな。それは結構、じゃあ結構人数来たら相当な額もらう、うん、そんなに来なかったけど、まあ来たわけですよ、はいはいはい、そうなると確か2時間ぐらいだったけど、はい、いやその時パワーポイント作るのすっげえ大変だなと思って、はい、なんかあんまり自分で作ったことがないわけね。だいたい部下がやるっていう、はい、早くこう偉くなっちゃったから、はい、うん、サラリーマンとしてはね、はい、だからもうできないのよ、はい、うん、大変だったなっていう記憶があるからやんないの、はい、それ以降。ちょっと話がそれましたけど、はい、うん、まあでも FC 本部の学校やっぱりいろんなものを体系的に残していこうっていうのがあるので、これはやっぱり今3回だけど、うん、あれ20回ぐらいだったらかなりの分量のコンテンツが残るんでね。かなり良くなりますよね、うん、で結構ねすごい人が入ってるんですよ。そうですね、生徒の方はもう僕とウェブ面談は30分枠で、基本的にどんどん入れてくださいっていう話なんですけど、話してるとえそんな人いたのかみたいな、うん、年商30億ですみたいな人いたりするわけよ。え、それ僕知らないかもしれない、うん、知らないでしょ。僕は知らなかった。会場に来てる人じゃないです。え、あ、会場にいない、うん、佐古さんも入ってる。佐古さんも入ってるでしょ。全然姿は現さないけど、うん、佐古さんはいや勉強になってますって。僕は会ったことないですけどね。勉強になってますって言ってました、はい、佐古さんはだってさ、はい、僕は佐古さんの人生攻略ロードマップって本が結構好きで、はい、なんだけどあそこにさ、はい、2000万、はい、そういうこういう投資に使うって年間。ほう、だ基本的にもうなんかためになりそうだなってみんな入るんだよ。へえ。情報商材とかもみんな買うんだよ。で2000万その予算を取ってるわけ、ね、そう、2000万のうち60万だよそう書いてある、安く見えますねでも、はい、そういう発想でやってるわけだね。なるほどなるほど、うん、だからいろんな人入ってるの結構。そうアイデアベースでこれからフランチャイズをやろうと思ってる人もいれば、中にはね立派なフランチャイズみたいな事業を成功させる、はい、売ってお金があって今はフランチャイジーとして10件やってますみたいな、はい、うん、で自分も今度は新しい本部をやろうみたいな、はあはあ、そういう風に入ってたりとか、はい、あとは本当まだ本当にお金はないけれども、はい、もう月々5万円ならなんとかなるんで、うん、このアイディアからこの大きくしていこうという人もいれば、今ちょっと、うん、全国に100や200ぐらいあるんだけどちょっとうまくいってませんみたいな人もいて、バラバラなんですよ。バラバラなんだけど1年生から6年生までいる高校生までちょっと入ってるみたいな、はい、そういう学校ですね。他どんな感触ですか。そうです、僕も1回講義させてもらったんですけど、好評だからね、次回もお願いした好評だったんですか、ね、あれ好評だったよ本当ですか、うん、はい、林さんと僕のバランスがいいと思う、はい、その間に入るね、それはそれは、まあなんで次回もどうしても林さんと僕だけだと予定調和しちゃうんだよね。だいたいこういう話だろうってなるじゃないですか、はい、だから本当に僕らをよく見てる人だったら気楽な話だなっていうところもあると思うんで、そこはやっぱ前田さんの入るのはいいと思う。まあ、全然違う角度から、うん、結構 SNS とか、まあ、次回はもう YouTube で、まあ、うちいろんなチャンネルのアカウントを運営してて、うん、まあ、失敗したり成功したりいっぱいあるんですけど、うん、そういうなんか生々しい話だったりとか、うん、まあ、ここで話せない話とかをちょっとしようかなとは
思ってますし、ちょっとびっくりしたのが、僕あのヘッドスパでこのイヤシープっていう話したじゃないですか、うんうん、特になんかフランチャイズにするとか何にも言ってないわけですよね、うん、僕は ただ単に看護師の女の子がいろいろ自分で事業をやってみたいとか、そういうことで発案したビジネスなんです、あれ。ああ、なるほどね。だからバナナに似てるわけです。みんなそういうのが多いんだね。僕は基本的にはドリームアシスタントなんで、自分がやりたいっていう事業は FP ぐらいで、うん、他はなんか誰かがやりたいことを事業化するみたいなことなんですよね、うん、そしたらなんかフランチャイズやらせてくださいっていうのが来てるんですよ。フランチャイズだと思ってるんだね。そうですよ、うん、でそれがもう14組ぐらい今あってすごいね。本当なんですよ。それどうしようかなと思って。でも確かにこのモデルはフランチャイズでもいけるとは思うんですけど、そこまで思ってなかったので、うん、またちょっと別途相談させてもらおうかなと。なるほどね。だから僕はやっぱりあれは一つのコミュニティとして、フランチャイズチャンネルから派生して、はい、あの学校というのがあって、ここで交流とかでいろんなことが起こると思うんだよね、はい、いや一番僕が、ね、驚いてるのは30人近く来てくれるじゃん、はい、現場。雨の日もめちゃくちゃ雨が来たじゃん。そう、台風でちょうど、ね、あの時も林さんはそういう何か察知する能力があって、はい、前日に別に台風だからということじゃなくて、はい、これだったら失敗しても大きく傷は負わないんで生配信してみますかって言ってやったから、はいはい、でそしたらあんな天気予報を上回る雨だったから10人ぐらいしか来ないかなと思ったら、うん、まあみんなずぶ濡れの中大きな傘持って来るというね、うん、地方からも来てましたし、ね、来てたね。あの出席率っていうのはすごいなと思って。いや、そうですね。いや正直まだまだその提供できてるものが少ないなと思ってるんで、ここは整えていきますんで、うんうん、そうですね、うん、いや年内になんかちょっとお食事会じゃないですけど飲み会って言ったらあれですけど、それをちょっと僕は企画をして、でちょっと林さん竹村さんちょっとだけ顔出してもらえないかなと思ってるんですけど、それってどうですか？いや僕は全然全然いいです。あ、じゃあ12月あたりにそういうものも企画したいと思うんで。今ねなかなか大人数の飲み会がなくなって、そうなんですよね、居酒屋が困ってますから、まあちゃんと困ってそうな居酒屋でありますかね、はい、大吉さんはどうですか？大吉入らないよ。大吉は小さいんだもん。小さいから、うん、小さいしカウンターが多いんだから。そかそか、うんうん、僕がこっちがカウンターのこっち側に入って、はい、僕が刺した串とか食いたくないでしょ。いや食べたいですよ、めちゃめちゃ食べたいですよ。僕が大将やってる大吉とか嫌じゃないですか。めっちゃ流行ると思いますよ、それ。全部酒が濃いよアルコール、うん、1.5 割増しだよ。ちょっと原価率上がっちゃいますね、うん、そうそうそう、うん、なところで、まあ、はい、ぜひそういう交流をね、はい、したいいと思いますんで、随分ここでも喋れないことも喋ってるんですけど、うんうん、元ベンチャーリンクの人とかが文句とか来るんですけど、うん、まあでももっと喋れないこともあるんで、それはあっちで喋りたいと思いますね。はい、楽しみにしてます。はい、はい。